おはようございます。つりこ TV です。気になっていた今活のね、新しい羽物、これがね釣り具屋さんに並んでいたんで、しかもこんなね面白いからね、一つ買ってきてましたよ。その名もですね、今活のアベンタクローラーバゼルっていうことでね、どういった意味なんでしょうか。パッケージはねこんな感じですね。でなんかね気になるのが、まあちょっと羽が透明なのかなとかね、あとは裏側見ていくとこんな感じで説明書きがねみっちり書いてあって、価格がね上州屋さんで2200円ぐらいだったかな。で、ここに詳しく書いてありますね。アベンタクローラーバゼル 3D リアリズム8センチだよっていうところと、ウェイトは 6.6g、 結構軽めですね。でカラーが 3DR オニヤマね、早速ねどんな感じか開けていきたいと思います。はい、出してみました。こんなか、あ、結構なんか面白い感じにシェイプされてますね。そして新しいですね、オニヤンマカラーなんで、オニヤンマがいて裏はねこんな感じ。外見で見るとこんな感じですけどね、閉まるとねこんな、すぼまるとこんな感じですね。キャストの時にねしっかりとねこの感じになってくれれば比較的軽めでもさーって飛んでいくのかなっていうところで、でパサッと開いてね、このね透明なね、ほんとこれ虫の羽みたいですね。すごい細かい、デザインが施されております。アベンタシリーズ最小にして最速、アベンタクローラーバゼルはデッドスローを極めたアベンタクローラー RS 最大の特徴である、最高峰設置リアウィングを継承し、デッドスローのみならずピクピクアクション、さらにはバズベイト並みの高速リトリーブにも追従する、新機軸のフィネスクローラーベイトです。強化プラスチック製の透明ウィングを装備したそのシルエットは、まさにコアユ、ワカサギなどの小型ベイトフィッシュそのもの。小型軽量ルアーながら、安定した飛行姿勢で抜群の直進性と飛距離を実現しています。水面での瀕死のワカサギを演出するピクピクアクションや、サイトフィッシングの移動距離を抑えた一点シェイクで、オリジナル RS ウィングならではのナチュラルで強力な、食わせを能力を発揮します。アベンタクローラーバゼルはその小さなボディと絶妙の、角度を持たした RS リアウィングを存分に活かして、広範囲を高速サーチできる高速巻きにも対応。この高速巻きは擦り切ったクリアレイクでは特に有効で、まるでリアルなバズベイトのようにスピーディーに広範囲からバスを引き寄せます。バスのチェイスがあれば反応を見ながら、速度をスロー、ピクピク系に切り替えてじらすのも効果的です。で適合タックルが6から7フィートのミディアムライトからミディアムアクションのスピニングタックル。PE0.85 から 1.55 にナイロンリーダーの、6から8ポンド、ね、装着するとベストパフォーマンスということですね。あ、下に書いてありますね。ベストパフォーマンスには PE ラインでの使用を推奨します。プロロ、4から8ポンドでも使用は可能ですが、ラインが沈むためややスローで使いづらくなります。こんなことがね後ろには書いてあります。はい、ということでいよいよ、登場したアヴェンタクローラバゼルね、出しどころとしては本当こう言ったらあれですけど、ディスタイルの、ね、若干レゼルブなんかに似ているので、レゼルブの兄貴分っていう感じでね使っていこうかな。ね、レゼルブね大中小ってありますけど、大がね結構大きなイメージになって、その中と小をねよく使うんですけども、その通常のレゼルブよりもうちょっとアピールしたいななんていう時にね、この今活のアヴェンタクローラバゼルねちょっと入れてみたいななんていう風に思って買ってみたんで、まさにね使用するタイミングとしては今ぐらいのね梅雨時のスポーニングが終わってバスがね水面で捕食なんかもね活発にするようになってきたタイミングでバッチリ効くんじゃないかなと思いますんでね、ピクピクっぽい誘い方ができるっていうのも一つのねだいぶポイントになってくると思うので、そんな感じで試してみたいと思います。ということで本日の釣り子 TV はこちらね、今活から新登場のアベンタシリーズの名前をね冠した機体のニュールアーアヴェンタクローラーバゼル、これをね開封してみて泳がしてみたり、見てみたよとこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。